神戸のサッカーをしてプラン通りに逆転できたところまで良かったんですけど、最後に一瞬の気の緩みっていうか、うん、みんなが止まってしまったって、まあ、本当残念で、まあ、反省しないといけないし悔しいんですけど、まあ、最近は自分たちのサッカーができない中で自分たちのサッカーを少しは見せられたっていうのはプラスに取られる、部分だと思います。セカンドボールの反応とか、まあ、相手のミスをしっかり狙えてるなっていうのでアラートさが以前にも増して出てきたかなって、まあ、体もうまい具合に動いてくれるので、まあ、コンディションはいいです。絶対に負けられない戦いだと思うので、一緒になって戦いましょう。応援をよろしくお願いします。